はい、じゃあよろしくお願いします。今回、スーさんの近似式ですね、やっていきましょう。で、いつものね、2割増しほどで授業やっていこうと思います。で、今回は3問問題ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、まず上の2問からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。では、近似式ということで、まず1番、上か、の2問に関しては、1次のね、近似式を求めようという問題になっております。で、近似式に関しては、教科書とかワークに載ってる公式がね、まずありますので、そこを確認していきましょう。で、主に2つ載ってると思います。皆さんのもね。で、よく使う方からいきますね。書いてある順番逆だと思うんですけど、まず、x が、2割イコール0ですね。まあ、限りなく0に近いと。いうときに、fx。まあ、これも2割イコールになりますけど、fx はですね、f0 プラス f プライム0に x かけたもの。まあ、一次式を求めるんだったらね。で、いけますよと。で、これがまず1個なわけよ。で、もう1個載ってるのが、で、実はもう下だけ覚えてきゃいいんだけど、こっちが h 使う方ですね。h が同じように2割イコール0のときに f かっこう a プラス h ですね。こうなってて、これが fa プラス f プライム a に h をかけたものですよと。まあこれが書いてあると思います。で、まあ自分はね、心配症なんで両方覚えてはいるんですが、実は下だけ覚えてればいいですよという話。で、なんでかっていうと、下だけ覚えてもらって、これ、a のとこに0を代入して、h のとこに x 代入するんですよね。そうすると、まあ、h が2割イコール0なので、h の代わりに x 入れるじゃん。そうすると x が2割イコール0に変わりますよね。で、0プラス x、まあ、x なので x になります。0が入ります。0が入ります。x に変わります。ってことで、これ0と x 代入すると上が出てくるという話なので、まあ、下だけ覚えてもらえれば構わないんですが、まあ、ね、余裕があれば両方覚えておきましょうと。で、ちなみに、まあ、1次の近似式求める問題がほとんどだと思うんですが、2次が出てくることもあります。で、2次が出てきたとき、ちょっと上だけ書きますね。2次が出てきたときは、この後ろに、さらに、ちょっとカッコつけておきます。さらに、プラス、2分の1、F、ダブルプライム、0の X2 乗がくっつきます。もし2次式の、2次の近似式。出せって言われた場合は、それを使うことで出せますので、まあよかったら覚えておいてください。まあ、じゃあ、行きましょう。まあ一時のね、近似式出せって言ってるんで、まああれもろに使っていきます。で、x がね、2割イコール0と書いてくれてるので、上使っていきましょう。で、fx。もう公式にね、入れていくだけです。で、f0 ですね。あ、fx。これ fx って置いて考えていきます。で、考えて、F0 です。0代入すると、ルート1。書いておこうか。F0 が、ルート1なんで1ですね。1。で、もう一個。じゃあ、F プライム X。微分しておきましょう。で、こいつは、カッコ。ちょっとね、先に書いちゃったけど、後で書き直しましょう。こいつはですね、1プラス 3X のルートってのは2分の1乗なので、まあ、これを、微分すると2分の1が出てきますと。で、出てきて、ここがマイナス2分の1乗に変わるので、下に来るんですよね。こうやって。こうやってね。ただし、1プラス 3x の部分、一回微分したものをかけなきゃいけないので、これ微分すると3ですね。3x の3が出てくる。だからそれを3でかけて、こうなる。これが微分したもの。つまり、2ルート1プラス 3x 分の3になりますと。で、なんで微分をしたのかっていうと、そのね、f プライム0が必要なので、f プライム x が分かってないとね、0代入できないんで、これを出しました。だから、f プライム0、ね、出すことができますと。じゃあ0代入すると、またルート1、まあ1になるので、結局2分の3になりましたと。で、f0、f プライム0、両方準備できましたんで、つまり、fx は近似式ね。2割イコールは f0 なんで、1プラス f だ、f プライム0が2分の3。2分の3に x くっつけるから、2分の 3x となって、で、これで終了。
となります。まあ公式使ってるだけですね。で、2番も同じようにやっていきましょう。じゃあこれをね、ちょっと狭いですけど fx と置いておきます。じゃあ、同じようにやっていきましょう。 f0 ですね。0代入するとログ e になります。ログ e は1なのでまず OK。 じゃあ微分して f'x はどうなるかっていうと、まあログ x をね、微分すると x 分の1になるので、同じように考えて e プラス x 分の1と微分するとね。で、これで OK。 で、0代入すると、ここに0を入れるんで e 分の1になりましたと。だから fx、ニアリコール近似式ね、求めに行くと1プラス f'0、 これに x をかけたものなんで e 分の x となって、これで終了となります。いいかな。あの、2番の方にね、例えばこの2番の問題だったら、黒にしとこうか。fx をね、ログ x、こう置いて、で、e、ちょうどね、a プラス h みたいな e プラス x ってなってるので、それで求めることもできるんですよ。もちろんできるんですけど、まあこっちの方が早いですね。うん、やることもシンプルなので、こっちでいいかなと思います。まあ、どっちをやっても構わないんですが、ちょっと尺の関係で、こっちのだけの説明しますけど、まあ、こんな感じでやってみてください。で、もう一丁ですね、sin 31度の近似値を、一時の近似式を用いて小数第3位まで求めようと。ただし、ルート3が 1.73、π は 3.14 とするという問題です。で、まぁ、大体ね、こう31度とか59度みたいな感じ。だから30とか60って有名な数字の1度ずれてるんだよね。どっちかに。61度とかもありますけど、まぁ、こんなのが出てきます。で、やり方としてはですね、まぁ、ね、明らかに31って変な数字にしてあるので、結局ね、結論から言うと、31度を30たす1に分けます。30たす1。で、その前に、間違った。fx イコール、sinx と、こう置きます。まあ、sin 使ってるからね。で、これを持っていきたいんですけど、まず、どっち行こうかな。普通にやっちゃうか。sin 31度。これをさっき言ったように、意図的に分けます。30度、プラス1度ですね。こうなりますと。ただし、この度の方だと、ちょっとね、やっていけないので、ラジアンの方に分けます。30度は6分の π ですね。ちょっと久々に出てきましたが、30度っていうのは、π を使うと6分の π です。π。で、1度っていうのは、180分の π。こうなる。書き直しましたと。で、ここで何ができるかっていうとですね、これ下使います。下。さっき上使ったんだけどね。今、A の方、A たす H、公式ありましたけど、こっちが A です。こっちが A。で、こっちが H だと思って考えてください。180分の π、つまり1度ですね。1度っていうのはものすごい小さい数字です。つまり、ニアリーイコール0。0に限りなく近いと考えることができます。ここで、180分の π っていうのが、こうね、100とニアリーイコール0と考えることができるので、じゃあこれを使っていきましょうと。で、これを使って考えていくと、F、今ね、A プラス H、これですね。6分の π、プラス180分の π。今、これ、中身、これを入れたものがここになるかな。fx を 3x って置いてあるので、まあ、こう書くことができると。で、分けていくと、公式通りね、分けていくと、まず fa が来ます。fa。つまり、f6 分の π が来ると。ここにね。で、プラス、f'6 分の π が来ます。こう来る。で、これにかける h っていうのは f がついてません。ついてないから普通に180分の π をかけます、これに。これ気をつけてね。f は出てきません。こうなる。で、あとこれ計算していきましょうと。ちょっとね、場所が足りなくなるんで他のとこ使いましょうか。今、最初に書けばよかったね。fx、まあ、微分したものを一回使うので、ここに、プライム書いちゃうね。一回微分すると、サインを微分するとコサインなのでこうですね。こうなる。だから、
F、6分の π っていうのは FX のこっち、sinx の方に6分の π を入れてます。だから sin60 度ね。言ってしまえば、あ、ごめん、sin30 度ね。sin30 度なので、こっち。これは sin30 度。だから、2分の1ですね。2分の1。で、f'x の方こっちに6分の π 入れてるから、cos6 分の π。cos30 度です、こっちは。入れるとね。cos30 度は2分のルート3だと。ちょっとちっちゃくてごめんね。こうなる。じゃあ、それを整理していきます。整理していく。で、イコール。まず2分の1です。これ、ね、後で、結局小数第3位。小数にしろって言ってるから、もう2分の1は 0.5 に直しておきましょう。0.5。プラス、2分の、伸ばしますね。ルート3、今書いてあったね。1.73 にしろって言ってるから、1.73 にします。かける、180分の π をかければいい。2分のルート3かける180分の π。つまり、180ここに来て、π は 3.14 にしろって言ってるから、こうなりますと。だから、あとこれ計算すれば OK です。で、さすがにね、ちょっとこれ今、筆算でやると尺伸びてしまうので、魔法のノートを使うとですね、これが、ここですね。ここが 0.015 うんと08まあ、続いていくんですけど、まあ、こうなっていきますと。つまりこれに 0.5 を足すと 0.51508 ちょんちょんと続きます。ただ小数第3位で止めろと言ってるので、ここで四捨五入すると切り捨てかになるので、答えとしてはまあ、ニアリだね。ニアリイコールで 0.515、小数第3位までなので、これで終了となります。まあ、代表的な、教科書とかみんなのワークに載ってる代表的な問題はこんなとこかと思います。近似式に関してはね。まあ、違うパターンもあるっちゃあるんですが、ひとまず、この上のタイプの問題とこの下のタイプの問題ね、できるように復習しておいてください。では、今回ね、近似式これで終了となります。で、ちなみにこれで、微分単元というか、この章も終わります。冒頭にちょっとテンション高めと言ったのは、やっと積分できると思ってね、次回からね、始まっていきますので、もしよかったらね、積分の方は見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。